おはようございます。はい、本日は私のスキンケアルーティーン的なものをご紹介できたらいいなと思います。はい、今朝洗顔してお肌何もしてない状態なんですけど、本日はスキンケアからメイクまでしていきたいと思います。なんか26度もあって、今日外がこんな格好でも出れそうなぐらいなんですけど、さすがにやばいのでシャツは羽織りたいと思います。はい、では早速スキンケアをご紹介していきます。で、本日ご紹介するのは私の大好きな、じゃーん、 VT コスメティックス。私スキンケアの動画今までも結構出してると思うんですけど、その中でも VT さん結構私ご紹介してたと思うんですよね。本当に大好きなので今回もご紹介していきたいと思います。はい、では早速一つ目にご紹介するのがこちらです。じゃーん、これは私初めて使うんですけどめっちゃ楽しみ。 VT シカプロブロススーパーヒアルロンバブルスパークリングブースター。今日使っていくこれ、一回開けてみますね。これもなんか3種類あるみたいで、シカ、肌トラブルか、やっぱり肌トラブルを改善で、これがスーパーヒアルロン、水分を補給し皮脂&毛穴トラブルを解決、プロブロスディープクレンジング&保湿栄養補給、栄養補給のやつみたいです。そうで、今回する VT さんは9点に公式ショップ VT コスメティックスの公式ショップがあるみたいです。9点で買うとね、本当に安いという噂を皆さんからも聞くので、よかったらチェックしてみてください。すごい、待って、思ってたのと違う。じゃーん、これを乗せてマッサージして 2,3 分後に流す。これ前髪止めた方がいいよね、本当だったら。もうでも手遅れな気がする。なんか本当ヒアルロン酸の匂いする。この後にパックとかしたらさらに効果的って書いてあったのでしていきたいと思います。なんかバブルができるって書いてあるけど本当にできるかな。これ確かにパチパチしますね。でもそんななんか強い刺激って感じではない。で、これを洗い流すと肌の老廃物と毛穴の角質ケアを同時にしてくれるアイテム。角質ケア大事。バブル、バブルとか言って泡になってきた。すごい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 、ちょっと鼻に入りそう。すごい楽しい。ちょっと流してきます。ちょっとカメラすら止められないかも。はい、さっぱり。今バブルを流してきました。鼻の毛穴とかもね結構ねすっきりしました。で、次ご紹介するのがじゃーん、こちらです。これはね、私の動画で前も紹介したと思うんですけど、 VT シカデイリースージングマスクです。乾燥する前に肌に塗っちゃいたいと思います。シカシリーズめっちゃ人気、 VT さん本当に私も本当に大好きで使ってます。中こんな感じでスパチュラみたいなのがついてて、これで取る感じです。はい、早速お肌に塗っていきたいと思います。たっぷり美容液、たっぷり。私このマスクの好きなとこもう一個あって、薄い、なんかね分厚いとだんだんこの重さで下に落ちてくるんですよね。私が喋るからいけないのかな、このなんか薄さが好き。もう完全これは好みなんですけど、なんか綺麗に貼れるから好きなんですよね。これでちょっと置いていきます。朝から贅沢なスキンケアをしております。ちょっと残ったのはもったいないから腕に塗ります。昨日脱毛したのでしっかり保湿します。ただ私は今のは入れてなかったんですけど、普段パックは冷蔵庫に入れております。そうで、このマスクがめっちゃすごいらしくて、なんかさっきもねパッケージにも書いてたんですけど、これ多分本当に私自身もいろんな人が使ってるのを見たことあるんですけど、昨年ベストコスメ賞に続き今年のアットコスメランキングマスクパック部門1位。やばくないですか、すごいすごい。で、なんか雑誌とかでも特集されてるみたい。私 VT さん使い始めたのいつだろう、去年、一昨年ぐらいから使ってる。
自分のスキンケア動画でも紹介してましたよね。皆さんファンの方とかを真似して買ってくれたりしてめっちゃ嬉しい。本当に5月1日から5月10日まで全商品 15% オフっていうのを Q店さんがやってるみたいなので、皆さん気になる方は絶対その時にゲットするべきです。私も何かゲットしよう。新しいスキンケア、本当にスキンケアオタクなんで、私コスメよりもスキンケアオタクだと思うんですよね、自分的に。なので使ったことのないスキンケアとか私も購入したいなと思っております。はい、じゃあちょっと剥がしていきます。うぅトゥルントゥルンです。そうしたら次にご紹介するのがシカシングルオリジンエッセンス100オールインケアできるっていうやつらしいんですけど、ちょっと塗っていきたいと思います。で次にご紹介するのがこのシカスキンっていう VT シカスキンっていう化粧水なんですけど、これはね私も普段からとても愛用していて紹介もしたことあると思うんで、こっちを先にご紹介していきたいと思います。どんなやつなんだろう、めっちゃ気になる。お、軽いテクスチャー、ボタボタ垂れちゃいそうな感じ、めっちゃ軽いテクスチャーです。さっぱりバシャバシャつけれる系の化粧水。多分これ今下にパックしてるのもあるんですけど保湿力がすごい。今日は保湿たっぷりしますぜ。そしたらこの後にこちらを塗っていきます。最近ね私ねこれ店舗に買いに行ったんですけど、スプレータイプもあって、スプレータイプの方を今は使ってるんですけど、これはここに3本ぐらいもう使っているので、でこれ多分見てもらったら分かると思うんですけど、さっきの化粧水よりもやばい、かなりテクスチャーがしっとりしっかりしてます。さっきのやつと比べるとちょっとテクスチャー重めで、乾燥肌とか気になる方はこっちもおすすめです。まあ、実際今私がやってるみたいにこちらでキメを整えてからしっかりこれで保湿してあげるっていうやり方が、まあ、すごく丁寧なスキンケアなのかなとは思います。贅沢すぎる。はい、で最後にご紹介するのがこちらのクリーム、シカクリームです。 VT シカクリーム、これも実際にめちゃめちゃ愛用しております。多分紹介しましたよね私動画で。でこれ本当に伸びがいいのでそんなに多く出さなくて大丈夫だし、長く持ちます。その代わり保湿力が高いけどベタベタしないんですよ。なんて言うんだろう、スムージー、違うスムージーじゃない、なんて言ったらいいんだろう、クリームだけどすごい軽いつけ心地なのにしっかり保湿してお肌に蓋をしてくれるって感じ。最後私の説明が下手で伝わりにくかったらごめんなさいなんですけど、このツルツル肌すごい完成、ツルツルになりました。こんな感じで私はこれからこの後予定があるのでメイクをしなければいけません。本来だったらこのまま肌を休めたいところですが、メイクをしていきたいと思います。で今回紹介した VT さんは全商品 15% オフっていうキャンペーンがあるみたいで、私もその時期に絶対なんかゲットしたいなと思うので、概要欄にURL 貼っとくので気になる方は見てみてね。もっちもち、自分でもびっくりするぐらいしっかり保湿したので、今回下地はなしでやります。素肌感も大事に、赤み消えればいいかなぐらいの感じです。本当にいつも時間がない気がする、動画撮ってる時。申し訳ない、本当にナチュラルメイクが好きっていうのもあるけど、時間がないからナチュラルに綺麗に済ませようっていう説もあります。
最後にスプレー。はい、そしたらメイクも完成したので、今日はこんな感じでしっかりスキンケアからのメイクをお届けしました。今から予定があって、本当にあと5分以内には家を出なきゃいけないので、軽く髪の毛ドライヤーしてやっていきたいと思います。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ、またねー。